メイネガイデラは、愛知県岡崎市伊賀町にある浄土、新州本願寺派の寺院。本尊は、阿弥陀如来。江戸前期の茶人、山田宗編の唯一の遺構があることで知られる。宗建の年代は、よくわかっていない。もともとは、天台宗新福寺の別院であったが、住職の清山が連如に帰したことから、文明2年に浄土新州本願寺派に改修した。 二百数十年前に建てられた本堂には、本尊の阿弥陀如来像が安置されている。起点案は、明暦元年に、山田総編によって建てられた二条茶室で、当初は吉田城の城下町にあった。当時の藩主、小笠原忠友が、掛川藩に違法になると、茶室は、総編の次男、山田旧作により、掛川城の城下にある円満寺に移された。そして、 教皇20年5月10日、旧作の子、山田萌衛門が、総編伝来の茶器と共に円満寺住職の、実刑である名願寺寺住職、北天安牧民に寄進し、現在地に移築された。茶室は、霧妻作りの平家建て、三河原吹きで、小ラ吹きの日差しをつける。その後、総編の江戸門流五代目の流刑が、天保年間に四畳半の茶室、 弟なりさを増築した。起点案は県の文化財に弟なりきは市の文化財にそれぞれ指定されている。茶室は非公開。ただし、毎年4月の日曜日に開かれるお茶会で一般公開される。以下の物件が文化財に指定されている。ありがとうございます。